SDGs 海洋スペシャル、ブルーアース命の海。毛利衛さんとさかなクンがタッグを組み、かけがえのない海の豊かさとその未来を守るための取り組みを紹介します。地球環境をコントロールする海の奇跡のメカニズム、100万種の生き物たちが織りなす壮大なドラマとは。加速する温暖化によって海に深刻な危機が。最も影響を受けやすい南極と北極では、降るはずのない雨が動物たちを襲い命を脅かします。氷の溶けた極地がもたらす衝撃の事実とは。世界の海を汚染するプラスチックゴミ、上がってきました。さかなクンが調査。ショックですね。海をクリーンにしようと立ち上がった人々。オランダの若者が考案した自然の力でプラゴミを回収する画期的なアイデアとは。ゴミ拾いをオンラインゲームにして楽しむ日本の若者たちの SDGs。 めちゃくちゃ楽しいですね。日本の最先端技術が開発した自然に還るプラスチック、奇跡を可能にしたのは私たちの身近にいる微生物でした。便利なプラスチックを失わないで地球環境を守れる。さらに深海生物のトップに立つ巨大魚を発見。今明らかになる深海のミステリー。海を通して見る持続可能な地球の未来。一緒に考えていきましょう。